5番の1番、200km ある道のりを自転車で時速40キロで X 時間走ったら Y km 進んだと。この時 Y を X の式で表して、X の変域も求めると、そういう問題です。そこで、時速40キロで X 時間走ると 40×X、 つまり 40XKm 行きます。それが Y キロだから、Y イコール 40X、 こういう式になりますね。で、ところで200キロの道のりなので、実際には200キロ行くのに、時速40キロで行くと200÷40 ということで、5時間かかります。5時間でここに着いてしまうので、変域としては X の変域としては5時間まで、つまり0から5まで、0小なりイコール X 小なりイコール5、これが X の変域ですね。式はこういう式ですね。